わきわきわきー、森の都のカプセリストわっきー貝山がお送りしますガチャ動画。さて今回はですね、1月の2日から8日まで毎日最新ガチャガチャやってみた、今夜ですね7つのカプセルが入っておりますので恒例の企画でございますが、はい、最新のガチャガチャを全て見ていただきたいと思います。僕こんなの回してます。まずは勢いできました、こちら。お、不思議なカプセルレスの商品ですね。結構まるまるした大きいやつです。これです。こちらです。これです。これです。ということで7つ連続で見ていただきましょう。どうぞ。スケロクの日常、ね、ハムスタースケロクの日常グッズ、トートバッグポーチ、ね、可愛らしい。当たったのが結構でかいな、はい、ライフオブハムスタースケロクって書いているこちらトートバッグですね。どうですか、結構でかめのトートバッグ、ね、後ろはスケロクがひまわりの種を抱いて寝ている、ね、可愛らしいね。してますよね、うん、まあコンビニのちょこっと使いだったらいいですよね、これね、うん、宝とミーアーツのタイムズパーキングガチャコレクション、ちょっと前のガチャなんですけどね、やってなかったんで最近やってみましたね。結構いろんなシリーズが、うん、お、Pだね、これ電光掲示な感じがいいですよね。渋いですね。看板までできちゃうんだ、ね、こういうところ降りましょうか。駐車場的にはたまらないですね。そこね、バンダイからですね、ガシャポン自動改札機、自動改札機までガチャガチャになるんですよ。シールを貼りました。なかなか芸が細かいですよ。小さい IC カードね、うん、ピッてやると見えました、今ね、こうやっててピッておくと閉まるというまあこれ4体揃えないとね、うん、なかなか、自動改札機が作れないという、ね、1個400円ですから、うん、頑張ってみようかな。どうでしょうか。うさまるプルバックカーか、うん、あら、メルヘンなプルバックカーですわ、ね、キャラクター、お、出ました。うさまるではないか、これはうさこちゃんですね。収まるプロパクト、遊び方がこういうに書いてあるの可愛いですよね。結構ボコボコっていう感じが可愛いですね。表情がいいですね、これね、可愛らしい。伸びる非接触押し棒、バスの降車ボタンとエレベーターボタン、まあ、静電気防止も、防止にも人が買うんじゃないですかね。グッと入れて、結構ねこれがね重いんですよ、うん、ですからグッと押せるかな、直接触りたくない方はこれで触るという。はい、マッチボックス猫ね、4種1回500円です。キタンクラブですけどもね、うん、はい、船橋勉さんということは、こういうイラストレーターの方と、はい、マッチボックスなんですけども、これ後ろ押すとですね、ぐーっとニャンコが出てくる、ね、ぐーっと
これクっていう感じがいいですよね。クーね、マッチではないんですけど、クーかわいいね。クーよいしょ。この QR コードから AED の使い方もチェックできるというんですよね。まあね、パカッとミニチュアなんですけど、さらに AED でね、このパックまで細かいですね。これ胸元にパッとつけるやつ、この中もね、すべてシール貼らせてもらいましたけども、ね、このクオリティは半端ないですね。最新ガチャガチャ回す時の参考にしてみてくださいね。もちろんチャンネル登録もよろしくお願いします。グッドボタンやコメント、そして新旧ガチャガチャのリクエストもお待ちしてます。それではまた次回。実は明日の夕方5時に何かが起きる。